食品危害情報総括官は日本の廃止された官職の一つ。食品危害情報総括官は各中央省庁に設置され、食の安全に関する情報を統括する職として位置、続けられている。日本国民の生命、財産に影響を及ぼしかねない、食品事故情報などの収集、問題分析、対応立案、情報提供を実施することで、 国民生活の保護を図っている。日本の完制では局長級のポストとされている。設置当初は内閣府2名、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、各1名の夫人を敷いた。また、各中央省庁の食品危害情報総括官が集まる食品危害情報総括官会議が設置されており、政府内での情報の共有化を図っている。 第91代内閣総理大臣、福田康夫が提唱した消費者保護重視政策に基づき、2008年2月に新設された官職である。従来の中央省庁では、職の安全に対する責任者が不明確であり、対応の遅れや情報の異論が発生しかねないとされていた。そのため、この職を新設することで、職の安全に対する責任者の明確化を図り、 食品事故問題への迅速かつ確実な対応を、期としている。2008年2月22日、福田康夫内閣の関係閣僚による申し合わせにて、薬物中毒再発防止策の一つとして、食品危害情報総括官の設置が提唱された。2008年9月、福田康夫改造内閣は、食品危害情報総括官に代わり、 消費者安全情報総括官ポストを新設した。このポストは従来の食品危害情報総括官の対象業務を拡大し、合わせて機能の拡充を図ったものである。具体的には消費者安全情報総括官の対象業務を食の安全から消費者問題全般に拡大するとともに設置省庁を一府三省から一府六省一超体制に拡大している。 2008年の食品危害情報総括官会議では中国産毒餃子問題などが取り上げられた。2008年4月ペットボトル飲料異物混入問題が発生したことから内閣府特命担当大臣岸田文雄は食品危害情報総括官会議を緊急召集し4月8日午前4時30分から対応策を協議した。食品危害情報総括官会議は 内閣府国民生活局に事務局が置かれ、内閣府国民生活局の局長がその事務を勝利した。ありがとうございます。